タクマルは、日本の作曲家、編曲家、山口県宇部市出身、在住。元チュンソフト所属、加藤常田名義でも活動している、山口県宇部市生まれ。小学生の頃からエレクトーンを習う傍らパソコンやオーディオ機器、シンセサイザーに興味を持ち、大人になったら、それらを全部使える仕事に就きたいと思っていたが、ゲーム会社に入れば全部できると、 思いつきゲーム業界への道を目指す。18歳で上京し、株式会社チュンソフトに入社。スーパーファミコン用ソフト、トルネコの大冒険のサウンドプログラマーとしてキャリアをスタートする。1994年に、かまいたちの夜で作曲家としてデビュー。ゲーム開発中当時は19歳だったこともあり、アビコタケマルに若干19歳で、 かまいたちのテーマ曲を書いたと雑誌などで紹介されたが、実際のタイトル画面等で使用されているテーマ曲は中島幸次郎によるものである。このことは本人も密かに気にしているらしい。春ソフトに7年勤務した後、独立してフリーランスの作曲家となった後は、PC ゲームを中心に数多くの作品で音楽制作を手掛ける傍ら、 数多くの同人音楽サークルへのゲスト参加のほか、ジサークルネイティブセンスでの同人音楽活動も行っている。代表作、かまいたちの夜、街などの作品で知られるほか、片切り劣化との親交が深く、片切りとは、商業と同人の両面で多面的な制作を続けている。自他共に認めるボーイズラブファンである。ボーイズラブゲームが作りたくて、チュンソフトを退職した。 時折ツイッターなどでもつぶやいているたくまるにとって、大ズラブゲームの初仕事となった、カミムの鳥は、悲願の作品でもあり、同作では、主題歌、音楽のみならず演出も手掛けている。テレビアニメ、クラなどのエンディングテーマ、団子大家族では、自身初となる、テレビアニメの主題歌の編曲及びコーラスを担当した。同曲のボーカルを担当しているチャフト氏とは、 パソコン通信時代からの友人である。2007年にベーシス・サンスピスより発売された BL ゲーム新婚さんスイートスイートハネムーンの主題歌でボーカリストとして正式にクレジットされているが、実はそれ以前に別名義にてゲーム作品のボーカルを担当している。2014年より古くからの友人であった大江戸卓球便の島村に誘われ、 ボカロ P としての活動を始める。主な仕様、ボーカロイドは、鏡音ンである。鏡音、レン・アクト1を所有はしていたものの、タクマル自身が、喫水のアップル信者であり、Mac での調整ができなかったため、初期の作品は、調整を清水寺に依頼するなどしていたが、V4X の発売により、Mac での調整が可能となり、以降は、調整も、 自分で行うようになった。ボカロ活動では、ラッシュとタッグを組むことが多く、死の作品のマニピュレーターやミキシングを担当したり、自局の作詞を依頼したりしている。ネイティブゼンスとは2003年に結成された、日本の音系導入サークルである。活動初期は作曲、ボーカル、エンジニアリング等、楽曲制作におけるほとんどの作業をたくまるが行い、 オリジナルの楽曲を制作していたが、タサークルへの編曲や、楽曲提供、S ハイブリッドの総アミューラと合同での CD 制作など、その活動の幅を広げていった。しかし2005年に入ると、同人活動を休止することを、自身ブログ内の11月17日の日記で宣言した。その後、2010年より、同人活動を再開し、現在は、インディーズレーベルとして、 同人音楽以外の音楽活動も多角的に展開している。2017年の12月15日に自身の代表曲である二人の場所を練習してチェンバースレコーズからリリースした。2021年の10月20日に法人化してネイティブゼンス合同会社となったネイティブセンスに関するカテゴリー。ありがとうございます。